3月4日と5日の2日間、松山市大賀賀のアイテム愛媛でお仕事フェスタが行われました。これは愛媛県専修学校各種学校連合会が主催したもので、主に小中高生を対象に、さまざまな職種のプロから仕事の内容ややりがいなどを聞くことで、将来の職業選択に役立ててもらおうと、2009年から開催されています。昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止していました。会場にはおよそ30の仕事が体験できるブースと、およそ100の職種のプロから話を聞くことができるガイダンスブースが設けられました。このうち愛媛 CATB では、番組制作の現場で実際に使っている機材で収録体験ができる映像撮影・制作の体験ブースを出展しました。朝10時の開始直後から多くの家族連れらがブースを訪れ、カメラマン、スイッチャー、ミキサー、キャスターそれぞれの仕事の役割を聞きながら番組制作の仕事について理解を深めていました。ピントとかを合わせるのが大変でした。音声を聞くこと、実際にアナウンサーをやってみて緊張もしたけど、今度また四国中央市のコスモステレビでアナウンサーとしてやるので頑張りたいと思います。主催者によりますと、2日間でおよそ7500人が来場したとのことです。